危ないで危ないで、まあ、自転車に抜かされたバイク。おはようございます。橋本ブログ橋本です。今回はね、前に2台バイクがいてるんですけど、どっちが吉田君ですか？はい。こっちが、僕の右手を走ってるのが吉田君でした。左前のは XMAX で、すが僕とは全く関係ありません。バイク3台で、行く手を阻む形になってます。左の K が怒っています。怒ってますね。怒ってますね。どうするかな、めっちゃ無理やり入ってくるかな。ていうか、俺らが走行車線走ってんのをお前ら右左行けやって思われてるかもしれないですね。はい、行けや思ってるんですよね。でもね、制限時速っていうもんがあるんでね、なかなかそんな無茶なことできないんでね。一応まあ左側の車線走ってゆっくり行きましょうか。はい、はい、どうぞ。前行かへんな。あー、行った行った行った。今日は朝6時集合してめっちゃ曇ってたんですけど、ちょっと晴れてきましたね。めっちゃ晴れてきましたね。うん、で今日はもう今日の朝会うまでどこ行くか決まってなかったんでね。今回もノープランなんですけど、雲がね、明るい方向行こうということで、あれはどこかな、あれ桂木さんですね。奈良大阪和歌山にまたがってる桂木さん、桂木さんの、ちょうど展望台がねあるらしいんですよ。なんかちっちゃい展望台やねんけど、でなんかもう廃れまくってて、めっちゃなんか落書きいっぱいされてるっていう、まあまあ、ほんでその落書きをね、今日は一個一個消していこうかなと思ってます。ね、うん、ちょっとどんだけ荒れてるんかっていうのを見に行きましょう。なんかめっちゃ綺麗ねんっていうところを見に行って、めっちゃ汚かったらがっかりするから、めっちゃ汚いらしいっす。これが485線、前通ったんかこれ。前通ったかな、通った気がするけど覚えてないな。山の中の道なんか似てるもんな。あと23分で着くらしい。うん、目指すは桂木さん展望台。まっすぐ3キロ行ったら世界遺産があるらしいですよ。世界遺産好きやな。広域濃度楽しいな。そうですね、広域濃度っていう道はどこも外れはない。なかなかアップダウン激しい。もうどこにおるかわからんようになったわ。桂木さん園地、木の川市。もう方向がわからん、方角がどっちに向かってるか分からない。分からへん。通り抜けできませんって書いてある。この道じゃないねやろ。この道上がってもいいけど、戻ってきてね。ああ、はいはいはい。何これ、一本落ちてる。何ですかあれ、スモモ。そんな落ちてた。あ、横に溜まってたやつ。何やろう、めっちゃ気にいっぱいになってます。モモかな、持って帰る。持って帰るかな。あ、すごい道。道悪なるからほんま気つけて。吉田君好きやろこんなとこ。あ、全然平気です。道悪いよ。わお、スクーターで行くとこちゃうな。そうですね。
買い替えなかったのちゃうす？え、お風呂のに？お風呂のアドベンチャー。アドベンチャー。全然綺麗なやつもある。何すんねん、食べるんか？食べるんか？え、持って帰るのか？食べるんか？普通にあんな。よしく今お腹壊してるから食べたら大変な、うん、大変なことになるんで。いや、別にお腹を壊してるけど食べれますよ、あれ。次、落ちてたら食べますね。そんな縛りすぞ、自分で。俺は何も言うてない。いや、別に言うでしょ、あんな梅を食べんの？ビワ？いや、どっちでも。どっち？梅とか食べられへんやろ。美味しくないやろ。いや、食べられるし、あんな。おお、絶景やん、なかなか。これ晴れとったらな。すごかったですよね。展望台楽しみやな。わあ、拾っとくべきやった。帰り拾えや。じゃあ絶景で食べんて。絶景で食べんの？絶景で食べないわ。アジサイ1000円ぐらいらしいですよ。そうやで、すげえ。ヨシャ君も知らんかったよ、ここは。全然知らないです。なかなか急カーブ続くね。コンビニないの？いや、そんな気ない。うわ、すごいな。さっきジュース飲み干してしまったな。なんで買えへんかった？いや、お腹痛いから。ちょっといらんかな。もういらんかな。ああ、僕の果物がない。あとだけやったんか。猿とかおらんかな。いや、猿はどこにでもおらんかな。それこそさっきのあの木こっちのやつ食べてるはずですけどね。うまいな。いや、僕猿ですね。食べたらな。テントしてはる人おる。あれちゃうんすか、あれ。どこやろう。あれ違う、もっと丸い建物でこうって上がってんね。こっちの上上がっていくんかな。これちゃうんすか。そうかな、この辺や。ここや。あ、見えた。ここや。上に見えます、見えます。ここヘルメットをかぶったまままた行くのが変な人が。あ、これ上がったら景色いいかもね。橋本さんの言うてるやつと。うん、これやね。橋本さんの言うてるやつと一致してないかね。これですわ。疲れるの。ちょっとしか見てないの。ヘルメットが取るからだと思って。猫の落書きよ、せっかくの。廃墟やな。ね、粘って。ちょっと、ヘルメットしんどい。こっちが大阪？できんのか？こっち来んのか？これグルト？え、これ。どっち？こっちが和歌山ちゃんの。関空見えんねんけどな。え？見えるか？うん、晴れとったら。この辺が関空か。こっちが関空や。こっち側が大阪側。完全な曇り空。泣きたいな、この落書きがもったいないな。あ、そこ落としないか、これ。なになに？何それ。それ吉田君のんじゃん。甘ぶりポーチ。ガチャガチャやろな。こういうの結構好き。持って帰ってもええで。いや、さすがに。いつ使われとったものか分からへんから。壁生えとったら嫌やから。あ、何しようかな。これに木を見入れて帰ろうかな。ここは千早赤坂村の棚田でしたね。はい。残念なお知らせがあって、ずっとカメラ撮れてないですね、これ。え、いつから？多分神奈川から。ああ、神奈川から。うん。あ、じゃあまあまあまあしゃあないですね。ここやな。ここが棚田ですね。ああ、え、うん、ちっちゃいね、面積が。ここはね、かわいい棚田やね。ああ、こっ
から見晴らしもいいよと。あ、そうなん？多分見てみる？そうちゃうの、そこに。ほんまや、そこに下赤坂の棚田って書いてあるわ。あ、あっち行ったんだね。あ、なるほどね。あ、ははは。あ、こんな感じですね。ここの写真と、あ、ここの写真は映えるね。あの木切ってほしいな。わ、ここはすごいわ。はい。こっからの登ったらいいんですか。そう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 。ああ、ほんまや。アジサイをちょっと入れながら。うん。日本の棚田100選。これいるんちゃいます。これい、あ、説明にいるか。うん。あ、棚田。はいはい。まあ、細いな。これ通ったとこですね、下。そうか。はい、ああ、はいはい、ほんまやな。あれ、ほんまや。あったかー言うて。だいぶ上飛んでんな、これ。あ、怖いね、これ、怖いね。で、道は僕見えとったんで、ここ。うん。だから。というわけでね、今回は、紀仙、どこやったかな、桂木山展望台、桂木展望台やってね、あれをまず行って、その後ちょっといろいろ山の林道的なところを走り倒して、で一回和歌山出て、また京奈和道を通って橋本経由で千早赤坂村のね棚田を見に来たという感じですね。はい、棚田へ行く道もなかなかねワイルドでね、どっから行ってんのかよく分かんなかったです。なんか Google 先生通りに行ったら行きましたね。でところどころに棚田はこういう風にあるんでね、うん、綺麗ですね。ちょうどいい季節、緑のね水も入っていい写真が撮れたんじゃないですか。ねえ、うん、綺麗な写真が。ねえ、吉田君のあの写真かっこよかったな。途中の林道で撮ったやつね。あれかっこいいですね。あれやったらこう出しても大丈夫やな。あれ出しても大丈夫。うん、バイクであった風景に。そう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 、あれかっこよかった、うん、あれなんか映画の悪役みたいな顔見えへんやつな。そうだね。で、あとは今から帰るだけですね。まあ、ちょっと休憩してトイレ行ってから帰りましょう。はい、そんな感じで今日は、今回は棚田の中からお別れします。それでは次回の動画までさようなら。はい、さようなら。